新ニーサをやめる人が増えています一体なぜでしょうか最近株価が乱高下したことで長期投資をやめる人が増えているみたいです日本証券経済研究所によると日本の長期投資型ファンドの平均保有期間は約3年半となっていて 多くの投資家が短期間でマーケットから退場してしまうのが実態です長期投資は最低でも5年10年は続けていかないとそのメリットを最大化できないにもかかわらずなぜ多くの人が途中で長期投資をやめてしまうのでしょうかそこで今回の動画ではこれから新 NISA を始めようと思っている人や今投資をやめようかどうか悩んでいる方のために なぜ多くの人が長期投資を続けられないのかそのメカニズムを解説するとともに改めて長期投資のメリットについて考えてみたいと思いますこの動画を見れば株価が暴落しようが何しようが投資は続けるべきだということが分かりますしいろんな誘惑に負けず 長期投資を続けるコツもわかるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております。不動産投資のほか、経済、金融、株、そして企業にまつわるトピックもどんどんアップしていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 旧 TwitterX、Instagram そして音声ラジオの VOICY も毎朝放送中ですぜひこちらもフォローしていただければ嬉しいですそして裏剣不動産の視聴者限定でこちらの非売品の本お金と幸せの成功法則もプレゼント中です送料も裏剣完全負担でお送りしますので読んでみたいという方はぜひ概要欄のリンクからお申し込みくださいさて今回のトピックは3つでお届けしていきます1つ目に、 長期投資を続けられない理由について。二つ目に長期投資のメリットについて。そして最後に長期投資を続けるコツについて解説していきましょう。それでは早速、なぜ多くの人が途中で長期投資をやめてしまうのか。その理由について解説していきましょう。長期投資が続けられない原因は大きく五つあります。一つは、下落相場にメンタルが耐えられないからです。 投資資の純資金流出入額は株価が下がが下るるととマイナスになることが多いんですよね。例えば株価が急落した2024年8月の純資金流出入額はマイナスになりましたし例えば IT バブルリーマンショックコロナショックを見ると長期的に見れば全て回復しているのに多くの人が短期的な含み損に耐えられず 売ってしまうわけですなぜ長期的に運用すれば株価は戻るのに多くの人が短期で売ってしまうのでしょうかそれは投資家の心理として一旦株価が暴落するともっと下がるんじゃないかそうなったらもっと損失が大きくなるそんな恐怖感で売ってしまうんですよね。逆に株が上昇すると 投資家の心理はポジティブになってまだ上がるかもしれないという期待感から購入を増やす傾向にあるわけですところがこの行動は投資のセオリーである安く買って高く売るとは真逆の高く買って安く売ってしまうという残念な結果を招いてしまうんですよ2つ目の原因は含み益が出ると 利益を確定させたくなるからです。例えば、含み益が出ている時に株価が暴落し始めたら、あなたはどういう心理状況になるでしょうかおそらく、このままじゃ利益が減っちゃうじゃないって思うんじゃないでしょうか なので株価の暴落時にには早めに利益を確定させる投資家も多いんですよ短期投資で見れば一見合理的な行動に見えますが長期的には間違った行動なんですよねなぜなら長期的な投資の機会を失ってしまうからです例えば世界一の投資家ウォーレン・バフェットは65歳以降に99%以上の資産を築いたと言われていて長期投資の重要性を強調しているんですよね。 例えば S&P500 の長期的なリターンを見ると短期的なリターンは大きく変動することがありますが15年以上のスパンで見ると平均的にプラスのリターンを得ることができているんですよ。3つ目の原因は SNS などの意見に惑わされるからです。一旦暴落が始まると SNS やメディアの過激な投稿を目にするようになりますよね。 それに影響されてしまうわけです。これをバンドワゴン効果と言いますが、これはある行動や意見が多くの人に支持されていると感じると、それに自分も同調しようとする心理現象です。つまり、SNS なんかでみんながやっていると感じると、自分もやらないと乗り遅れると感じて同調しやすくなるわけです。しかし、投資判断では自分の目標や投資方針を明確にして、 他人の意見に振り回されないことがめちゃくちゃ重要なんですよ4つ目の原因は予期せぬ出費が発生するからです人生には節目節目で大きなイベントがつきものですよね例えば結婚、マイホームの購入、子供の教育費など多額の出費が必要になると 長期投資を継続しにくくなります。これに対処するためには生活費の3から6ヶ月分を緊急用の資金として貯金で確保しておくことで長期投資の資金を取り崩さなくて済むようにしておくことが重要です5つ目は自分ののリスクの許容度をを超えてて投資をしてしまうからです。例えば全資産をハイリスクハイリターンなアクティブファンドに投資するみたいに 自分のリスク許容度を超えた投資をしてしまうと株価の大きな変動に対して過敏に反応しやすくなりますなので株価が暴落した時に損失の恐怖からパニック売りを起こして損失を確定させてしまうことがよくあるんですよね例えば仮想通貨ブームに乗ってバブった人や証拠金取引をしてレバレッジを利かせた ハイリスクな投資をしている人によく見受けられます。なので、投資は自分のリスク許容度を理解して、余剰資金のみで行うことが重要なんですよ。 このように投資は長期間で運用するのが最もリスクヘッジになると理解していても3年半程度で投資をやめてしまう人が多いのは実はこのような心理的な部分が大きいわけです心理的な理由で長期投資をやめてしまわないためにも今一度長期投資のメリットを理解しておくことが重要ですそこで長期投資のメリットを改めて整理しておきたいと思います長期投資には 大きく5つのメリットがあります。一つは、複利効果です。長期にわたる投資では、得られた利息や配当を再投資することで、複利効果が働きます。福利効果は、運用期間が長ければ長いほど、雪だるま式に資産が増加しますから、投資はいかにマーケットに居続けるか。 が最も重要になるわけです。二つ目は変動リスクの軽減です。投資では短期的な相場の変動は避けられません。しかし長期的には市場全体は成長していきますので短期的な相場の暴落は必ず元に戻ります。つまり 長期投資をすれば変動リスクは軽減するわけです。こちらは S&P500 の投資期間別リターンですが、長期間運用すればするほど損をする確率は減ることがわかります。三つ目はコストの削減です。短期売買では手数料や税金などのコストがかかります。しかし長期投資なら 取引の回数が限定されますのでコストはそれほどかかりません4つ目は心理的ストレスの軽減です長期投資では短期的な価格変動に一喜一憂する必要がなくなりますから心理的なストレスは軽減されます結果長期の視点で冷静に投資判断を行うことができるようになるんですよ5つ目は安定した収入を確保しやすいことです長期投資では 高配当株に投資をすることで比較的安定した配当収入を得ることもできます。それでは最後に長期投資を続けるコツについて解説しましょう。次の4つの法則を守っていただくだけで心理的に不安になることもなく確信を持って投資を続けることができるようになります。1つ目は明確な投資目標を設定することです。その投資が 退職後の生活費の確保なのか、子供の教育費なのか、マイホームの頭金作りなのか、そのためにいつまでにいくらの資産を作るのか、例えば20年後までに資産2000万円を作るなど、 その具体的な期間とと目標金額を設定すすることが大切です例えば金融庁のサイト積立シミュレーターでは目標額まで増やすには想定利回りで毎月いくら何年積み立てれば目標額に到達するのかなど3つのパターンでシミュレーションすることができます例えば毎月5万円を年利5%で20年間積み立て投資していくと20年後には元本1,200円 200万円に対して運用益が855万円で合計2055万円の資産を作ることができることが分かりますのでこういったシミュレーションを活用してあなたの投資プランを練ってみるといいと思います。つ目は毎月1回自動積立投資を行うことです毎月決まった日に決まった金額を特定の銘柄に自動積み立て投資をするようにしましょう。 そうすればドルコスト平均法が働いてリスクを平準化できますし株が下がった時にもより多くの株が買えますし外貨建ての投資をする時も為替変動リスクを平準化することができます例えばある金融商品を毎月2万円ずつ10回積み立て投資をした例で説明しましょう株価が一番高かった3回目は 1> 1. 口しか買えませんでしたが最も安かった8回目には10口購入できていますそして最終的には36.5口購入でき積み立て当初より株価が下がったにもかかわらず元本20万円に対してその評価額は21万8400円と増えていますよね。このようにドルコスト平均法は高値でも低値ででもも低 一定の額を投資し続けることで長期的に平均購入コストを抑えることができるので積み立て投資はリスクヘッジ的にもとても合理的な仕組みになっているわけです3つ目はインディックス投資を行うことです長期投資にはインディックス型の ETF がおすすめですインディックス投資では広く市場全体に投資をしますしかもプロのファンドマネーージャーが 僕らに代わって運用をしてくれるので日々の相場をフォローしなければいけないストレスからも解放されますおすすめなのは日経インデックスや米国 S&P500 やオルカンなど株式市場全体に投資する ETF ですが長期に運用することで確実に資産を増やすことができます例えば 2018年7月から2024年8月まで6年間毎月3万円を S&P500 に為替ヘッジなしで積み立て投資をした場合222万円の元本が約2倍の445万円になっていますコロナショックで大暴落があったにもかかわらずインディックスの積み立て投資をするだけで大きく資産を増やすことができるわけです最後4つ目は 投資をしたら放置 SNS も見ないことです長期投資で重要なのは長期間で淡々と運用をしていくことなので投資をしたら投資をしたことを忘れるくらい何もしない極端な話投資口座も見ないのが一番です毎月1回一定額をインディックスの ETF に自動的に投資をする設定をしたらあとは放置をする SNS も見ない そうすれば株価が暴落しても心理的に動揺することはありません。現に IT バブルが崩壊した後から23年間投資を続けたケースでもリーマンショック、コロナショックと2度の相場の大暴落があったにもかかわらず1800万円の元本は3倍以上に増えています。 なので、投資をしたら、あとは放置が一番なんですよ。とはいえ、今の時代、SNS を絶対見ないということは実際にはできないでしょうが、メディアの情報には流されず、自ら情報収集をする癖をつけることが重要です。また、投資のメンターを見つけることでも、メディアの情報に流されなくなるはずです。さて、いかがでしたでしょうか今年から新ニーサが始まったことで、 投資を始めめる人ががちちゃくちゃ多くく多なりましたが長期投資がベストと分かっていてもなかなか続けられない理由について今回は解説させていただきました今日の結論を言うとインディックス ETF に毎月一定額を投資する設定をしたらあとは投資をしたことを忘れるだけで10年後 20年後にあなたの資産は大きく育っているということです。投資の超初心者でもできる非常に簡単な方法ですから、ぜひ試してみてください。また、新 NISA の資産運用に加えて、実物不動産投資もあなたのポートフォリオに加えると、インフレ対策になりますし、節税もしながら毎月安定したお家賃を得ることもできます。不動産投資についてさらに詳しく学びたい方は、 初心者でも体系的に学べる不動産実務検定で学ぶのが一番です。また、裏研不動産のオンラインサロンにつながっていただければ、僕も含めてチームで毎日あなたの活動をサポートさせていただきます。興味がある方は、ぜひ概要欄のリンクをご覧ください。そして、今日の動画が良かったという方は、グッドボタン、コメントもお待ちしております。このように、不動産は学べば学ぶほどリスクは小さくなりますし、 あなたの未来に応えてくれる稽古な投章です。ぜひこれからも一緒に学んでいきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。